これから7回ドラゴンズの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。久保がマウンドに上がります。緊迫感のある中での登板となりました。小宮山さん、期待された投手戦とは全く異なる展開となってますね。そうですね、まさかこんな試合になるとちょっと想像できなかったですね。そうですね、いつもの調子ではありませんでしたよね。ファウルになります。ツーストライクです。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。打順は1番に帰ります。バッター大島、今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。インサイド落ちました。掴んでツーアウトです。バッターボックス岡林、今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。ノーボールツーストライクです。ボールになります。高めちょっと外れたか。これはバットです。三振です。スリーアウトです。8回まで来ました。ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。ビシエドがバット引っ張った。この当たりはどうか、伸びる。ボールはそのままフェンスに直撃。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。まあいいコースには行ってるんですけどね。さあここでドラゴンズダイソーを送ります。ファーストランナーはブライト、長打でランナーが帰れば勝ち越しです。バッターボックスには4番細川、前の打席ではフォアボールを選んでいます。走ってきた。キャッチャー送球して二塁タッチアウト。盗塁失敗。俊足のランナーでしたが素晴らしい送球が来ました。キャッチャーよく刺してくれましたね。はい、勝ち越しのランナーいなくなりました。いや良かったですよ。そうですね、打ちました。ファウルになります。次の球もストレートはありですね。なるほど、タイミングを取らせません。ワンボールツーストライクと追い込みました。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール、打ちました。これもファウル。インコースファウル、打ちました。セカンドが取る。細川ヒットが出ます。ワンアウトランナー一塁です。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあこの終盤で勝ち越しのランナーを一塁に背負います。バッターは加藤。1点が欲しい番。送りバントだ。左方向へ転がした。サードが抑えた。一塁アウト。送りバント成功。ツーアウトランナー二塁。さあそして打席には石川が入っています。さあツーアウトにはなりましたが一打勝ち越しという場面。まあここは地面ですからね、キャッチャーのリードにも注目したいですね。なるほど、そうですよね。ナイスボールですね。はい、アウトコース変化球が決まって、内のボール打っていった。ホームへ。どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。選手、ただいま怪我の手当てを行っております。しばらくの間お待ちください。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。はい、ここでスワローズ守備を変えてきました。交代をお知らせいたします。ショートの
ここは確実に芽を摘んでいきたいですね。さあこの場面でバッターボックスには7番の福永入っています。インサイド打った、ボールを拾ってサードランナーホームイン、ドラゴンズ勝ち越し、5対4スワローズ、なおも二塁一塁のピンチ。抑えたかったんですがこの場面で勝ち越されてしまいました。そうですよね、ボール自体はね決して悪いものじゃなかったですからね。この終盤でリードを奪われます。まあここは踏ん張りどころでしょうね。さあこの場面で打席には8番の龍入っています。ファウルになります。次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。なるほど、さあ何を選択してくるか。右中間へ、この打球は落ちるか、どうだ、掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点が入りました。